真珠島の秘密。甲賀三郎。長い陰気な梅雨がようやく明けた頃。そこにはもう厳しい暑さが待ち受けていて。さすが都王子もしばらくは人通りの途絶える真昼の静けさから。豆腐屋のラッパを合図に次第に都の騒がしさに帰る夕暮れ時。 夕立のようなやかましい蝉の声を浴びながら上野の森を越えて私は久しぶりに桜木町の住居に友人の橋本敏を訪ねた親しい間柄とて案内もこわずにすぐ彼の書斎兼応接室のドアをたたいて中へ入ると机に向かって何か考えていたらしい彼は 入り口へ口をねじむけながら「いやあ君か久しぶりだねまあかけたまえ」「昼間は暑くてとても出られないからね上野の森はしかし悪くはないね」「上野といえば君今度の展覧会の真珠棟だがね友は扇風機を私の方へ向けながら何か変わったことを聞かないかい?」 いや、いろいろ評判は聞くが変わったことは聞かないね何か事件でも起こったのかね友は黙って水曜の名刺を私に渡した一枚は警視庁の高田警部の名刺で「東洋真珠商会主下村豊造氏貴餓にご依頼の件あり三上をつかまつるべく何分よろしく願い上げ候。 と書いてあり、1枚は「東洋真珠紹介手下村豊造氏」の名刺で1枚は「同制作部主任佐世龍之介」と書かれていたこの2人が少し前に会いに来たそうだ友は私の身を割るのを待っていったちょうど僕が留守だったので後ほど伺うと言いおいて帰ったそうだよ。 千年、東京にバツバツ博覧会が開かれた時その一環に有名なる M 真珠店が数十万円と銘打って一気の真珠塔を出鎮して世人を驚かしたことはなお諸君の記憶に新たなるところであろうところが本月よりバツバツ賞主催の美術工芸品展覧会が上野竹野台に開催せられると。 近年「M 真珠店に対抗してようやく頭角を現してきた東洋真珠商会は千年の「M 商店の出品物をはるかに凌駕する壮麗な真珠塔を出陣したのである諸君もすでにご承知のことと思うが私の見たところでは塔の高さはおよそ三尺かの 大和薬師寺の塔を模したと言われ三重であるがいわゆるもこしを有するのでちょっと見ると六階に見える各階ことごとく見事な真珠よりなりことに正面の木座端を登って塔内に入らんとするところにはめられているものは大きさといい形といい艶といい世界にもまたあるまじき一品で 価格38万円というのもなるほどと思われる。展覧会開催以来新聞は随分この記事でにぎわされたのである新聞によると東洋商会は M 商店の製作部の腕利きの技師を買収してこの真珠塔を作らしめたのだといいある新聞によるとその技師は 不都合の角をあって M 商店を放築せられたのであるということであった私は新聞で知り得たことを知れる限り友人に話した檻からベルが激しくなって書生が二人の紳士を伴って入ってきた私が橋本です友は立ち上がっていったこちらは私の友人の岡田君です 申し遅れまして。と、五十格好の赤顔にでっぷりと太った紳士は、丁寧に礼をしながら、私は下村でございます。私は佐世でございます。三十を少し越したかと思われる、頭髪をきれいに分けた色白の背の高い紳士は言った。友は椅子を進めながら、 どうも熱くなりましてして、ご用件はそれがそのええー、と多分をはばかることでございまして紹介主は汗を拭きながら言ったその点はご心配に及びません岡田君はいつも私と一緒に働いてくれる人で私同様とお思いくださって差し支えありません さようでございますか。と紹介手はようやく落ち着いて「実は何でございます今回私どもがバツバ賞ご主催の展覧会に出品いたしておりまする真珠塔につきましてまことに不思議なことが起こりましたので早速警視庁へご相談に上がりましたところあちらでは そういういことはかえってあなたにお願い申すがよかろうということで甚ははだご迷惑ながらご依頼に上がった次第でございます。新聞ではいろいろに申しますが別に私どもは「M 商店」に対抗して立つのどうのということはございませんが私は元来こういうことが好きでございまして。 東洋独特の工芸品として外国人に誇れるものを作りたいと金ね,ね苦心をいたしておりましたわけでございますところが幸いにこういう方面には非凡の腕前のある佐世君が来てくれましたので今日どうやら人様の口に乗るような品ができたのでございます紹介主の語るところはこうであった 6月の20日に展覧会が開かれて4、5日も経った頃、ちょうど世間で真珠島の噂が頂点に達していた時分である。商会に二人の客があった。一人は外国人で、アメリカの富豪にして東洋美術品の収集家マッカレーといい、一人は一見外国人かと思われる堂々たる日本紳士で、 有名なる代議士花の茂という名詞を示して紹介手を驚かしたマッカレーは全然日本語に通じないようでその日本紳士は流暢なる英語で通訳したそうである要件は近々娘が結婚するので7月10日頃の帰船で帰るがその贈り物に例の真珠塔が欲しいが 値も高いしそれに会期中持ち帰るわけにもいくまいから2週間以内に10万円くらいであの模造品を作ってくれまいかというのであった紹介手は佐世義手と相談の上8万円で引き受けたのであった日本紳士はどのくらいの程度まで似せることができるかと聞いたので佐世は どうしても品が落ちますから専門家にかかってはかなわないが素人にならちょっと見分けのつかぬ程度にできましょう」と答えたので大変満足して早速手付に二万円払いなお期限を遅らしたり本物と十分に似ない時には早くするという条件で帰っていったそれから禎は。 2週間、先進にこの政策に従事しようやく作り上げたその間期限のことで一回花の氏から電話がありこちらからも一度電話をかけたが留守であった取引の日には早速花の氏が来て出来栄えを見て大変喜び早速残金を支払い自動車で帰ったのである。 それでこの仕事は無事済んだわけであるがそれから二三日たった今朝のこと佐世は展覧会場へ行って相変わらず自分の制作品に人だかりの多いのを満足しながら肩越しに真珠島を一目見ると「あっ!」と思わず顔色を変えたそうである全く今朝は驚きました。 させは口をを開いた。思わず人をかき分けて前へ出ました。前へ出てよく見ると一目見て直角した通り真珠塔はいつか模造品と置き換えられていた素人方には少しもお分かりならないかもしれませんが動かぬ証拠は実は私が模造品を作ります際に 数の都合上どうしても傷のあるのを一つ使わねばならないので、日差しの影に目のつかないところへはめたのです。まったく私もその傷のある真珠のことを言われるまでは、どうしても置き換えられたことは信じられませんでした。と紹介師は口を添えた。佐セは早速紹介師を呼んで、 ととりあえず英のところへ行った貴重品ばかりのところであるから夜は特別に2人いて交代で寝相晩をすることになっていたのである秀英ははじめなかなか言わなかったそうであるが激しい質問にとうとう白状したところは2日ばかり前の晩夜中にガチャンとガラスの壊れる音がしたのではっと2人で詰め所を飛び出すと 一人のくせ者がまさに明かり取り窓から逃げ出すところでその窓ガラスを一枚落としたのであった大急ぎで入り口を開けて外へ出た時にはすでに逃走していた城内を見ると真珠灯がいつの間にか箱から出され棚から一軒ばかりのところに置かれていたしかしほかには何の被害もなかったので 二人相談の上塔を箱の中に戻しガラスは風で落ちたことにして知らぬ顔をしていたのであったすなわち守衛たちは盗賊が未遂のうちに逃げたものと思っていたがそれは神仏はすでに運び去られ今や偽物を運び入れんとした際に発覚したのであったそこで二人は展覧会の事務所に届け入れ それから警視庁ののへ行ったのであるが、何分秘密を要することでついに橋本に依頼することになったのである陳列箱のお鍵は平成誰が持っているのですか友は初めて口を開いた「二つありまして一つは守衛一つは私が持っております」佐世は答えた。 塔の重量は三貫五百目です大理石の台がありますからなるほど不思議な事件だよろしいお引き受けしましょうまず現場と守衛から調べねばなりませんね紹介主が喜んで佐瀬と共に辞去するとやがて橋本は警視庁へ電話をかけた もしもしあ、高田くんええ、例の件でね、ちょっと展覧会の夜間入場の便宜を図ってもらいたい。ええ、マッカレイは昨日帰国した。うん、確かな人間。どうも真珠島は買わないらしいってホテルの給仕が日本人の持って帰るのを見た。ああ、そうですか。 花のは偽名らしいって。そうでしょうなしかし何か花の人と縁故のあるものらしいうんそうそう何でも大きな外国人のような話も達者なやつらしい,いやあどうもありがとうええすぐ展覧会の方へ行きますさよなら私の方を振り向いてどうだ君 一緒に現場へ来ないかね夏の長い日差しは早傾いて外はもう夕闇であった上野の山内は白く浮いて出る浴衣がけのみの男女の幾分かがそぞろ歩きをしていた展覧会では二人の守衛が待ち受けていた幸い二人とも ちょうど先夜の宿直で早速現場に案内してくれた場内は新として夜間会場の設備はないので広い会場の天井にただ2か所薄暗い電灯が鈍い光を眠そうに投げて昼間マントの人気を集めて見物の群れ集うだけそれだけ人気のない会場は一層静かなものであった。 主の一人は年頃六十以上の背の高い老人で一人は軍人上がりとかいう丸々とした頑丈そうな始終格好の男でいずれもすこぶる好人物らしく見えた問題の塔は正面入り口のすぐ右側に四方ガラスの戸棚に収められ嫁にもそのすべすべした法令な肌は清い色を放っていた。 者の飛び出した窓は地上から15尺ばかりのところを館の周囲を取り巻いている一連の明かり取り窓の一つで壁際にある一列の陳列棚は9尺であるからその頂よりなお6尺の上に開かれているそうです私が見つけましたので若い方の守衛は友の問いに答えた。 ちょうど飛び出すところでした。ええ、どの入り口にも鍵がかかっておりました。確かです。私どもが入り口を開けるのに手間取っていたものですから、くせ者を逃がしてしまいました。私どもがまるでグルカなんぞになっているように思われますので、はなはだ残念ですが、どうしてあの塔をあの高い窓から運び出したのでしょう。 友は窓の高さを目測したり戸棚の周囲を丁寧に調べたりした挙げ句腕を組んで瞑想を始めたこの時こそ友の頭の最も働いている時であることを知っている私は黙ってそれを眺めていた「窓ガラスの落ちた音で気がついたというのは確かですか?」。は突然に聞いた。 確かです。けが散っておりましたり外にガラスの壊れたところはありませんでしたから友はまた深い瞑想に陥ったやがて何か思いついたごとく守衛たちに一礼して場外に出た山下の菊屋で夕食をしたあと友は神田に行こうと言い出した 私は言うがままに彼についていった何分守衛が発見してすぐ訴えないものだから指紋はもちろん何の証拠になるようなものもないみちみち友は語った守衛は大丈夫らしいね神保町の停留場で我々は降りたその辺りの迷路にも似た故事を あちこちこと二三丁歩いてある建物の前に来た時に彼は立ち止まっていきなりそのベルを押した私は驚いて表札を見ると「花野茂」としてあった取り次ぎが出ると橋本は「花野さんにお目にかかりたい」と言った「先生は今ご旅行中です」とぶっきらぼうに取り次ぎは答えた 私もそう新聞で承知いたしました」ともは言った「しかしぜひお願いいたしたいことがありますので迷っておりますと今朝電車で偶然久しい前外国でお目にかかったことのあるちょっとお名前を忘れましたがその方がこちらとお知り合いだそうで先生はご在宅のはずだと教えてくださいましたので」。てな、 誰だろうなと取り次ぎは書生部屋の仲間に振り向いていった外国といえば田村さんじゃないかねしかしあの人は先生の留守は知っているはずだがね背の高いちょっと外国人のような方ですがじゃあ田村さんだどうしてそんなことを言ったろう田村さんはただいまどちらでしょう すかさず橋本は聞いた駿河台の保命館においででしょうと思います」「所詮はうさんくさそうに答えた」「どうもありがとうございました」「礼を言って友は外へ出た足はおのずと駿河台に向かう」「最近に増築した保命館はこの辺り切っての旅館であった」 不幸か田村君は在宅であったマッカレイさんとおっしゃる人から頼まれましたのですがと友は死を通じた我々は彼の部屋に通された橋本が人相書きによって尋ね出したところのその人相の所有者は悠然として我々の前に現れたのである 早速ですが田村さん、私は実はこういう職業のものですが」と再び飯を渡しながら「何事も隠さず言っていただきたい」「そうでないと我々は貴君を氏名詐称ともしかすると詐欺取材で告発しなければなりません」田村氏は一度は青くなり一度は怒ったが やがて観念したごとく話し出したのは次のごとくであった彼はマッカレーに近づいて何か人もけをしようとしているとマッカレーが真珠塔が欲しいというのでこれ幸いと模造品を商会に作らせ売り込もうとしたがマッカレーに見破られやむなく宅へ持ち帰ったが八万円もひどく面でこしらえたので もう夜逃げのほかはないと覚悟していると不思議な買い手が現れて助かったのであるその買い手はマッカレーの紹介だと言って訪ねてきた男で結局七万円で譲ったのだった黒眼鏡をかけた背の高い少し猫背のような人であごひげをつけてなんだか聞き覚えのある声の人でしたが やはり初対面で、少し怪しいところもありましたが背に腹は変えられず1万円の損で譲りました「この上あなた方に訴えられれば申し訳ありません」「天罰です」「いや私は貴君を告発しなければならない位置にいるものではありません」「お話に偽りがないという条件で別に腹立てる必要はありません」 と友が言った。天地神明に誓って偽りでないことを断言します保名館を出て駿河台下の方へ来かかると折から底の大時計は十字を打ち出したせっかく手繰った糸がまたこの異様な新たな買い手のためにぷっつりと切り放たれたのは ともにとって打撃に沿いなかったがさほど落胆している模様も見えなかったここで私たちは別れたのである翌日午後橋本から電話で帰りに寄ってくれというので私は勤め先からすぐ彼を訪ねた「いやあよく来てくれたね実は6時にさせ」 そら、例の紹介の技師のあの人が来ることになっているが僕はちょっと出かけねばならないので君一つ相手をしてなるべく七時ごろまで待たせておいてもらいたいのだがね私が引き受けると彼はすぐ出かけていった六時に佐世がやって来た私は友が急用で出かけたことと ぜひ待っていてもらいたいことを告げると、彼は迷惑そうに腰を下ろした。橋本さんは少しは当たりがつきましたでしょうか。さあ、私は彼の問いにどの程度まで答えてよいかわからなかったので、多少見当はついたようです。不思議な事件ですからね。あの外国人や、 花野さんが関係しているんでしょうか彼は聞いたそれは多分関係はないでしょうどうしてわかりましたか彼は意外というふうに少し声を高めたいや多分神仏とすり替える目的で模造品を注文したのではなかろうかと思うのです七時に近づいても 友は帰っってこなか禎がいとまを告げようとした時に電話のベルが激しくなった私は急いで受話器を取り上げると橋本の声で「禎くんを待たしてお気の毒であったが実はもうお帰りかと思ってお宅の方へ伺ったところで塔の問題に少し当たりがついたから」。 皆さんにお話ししたいからすぐに二人で来てくれというのであった佐世の宅は築地橋に近い川岸沿いの宅で通されたのは西洋館の広々とした応接室飾りのついた伝統が高校と辺りの贅沢な調度品を照らしていた部屋の中にはいつの間にか呼んだと見えて 下村紹介主も高田警部の顔も見えた「佐世さん失礼いたしました」一同が決まると橋本は口を切った「事にお許しもなく皆さんをお呼びしたのをあしからず実は真珠塔の隠されているところが分かりましたのでどこですか」「紹介主と技師とそうして私がほとんど同時に叫んだ」 ただいままお目にかけます。というが早いか彼は壁の腰はめの一部に手をかけたかと思うと「見よたちまち壁は開かれてその中に「三」として一気の真珠塔が輝いているではないか突如佐世はテーブルの花瓶を取っていかれるまなこ鋭く8しとばかり橋本めがけて投げつけた。 その時早く高田警部は佐世の腕を訳したので的は外れて真珠島に長と当たって無残刀はみじんに散った紹介主の顔はさっと蒼白に変じたその時橋本の凛とした声は響いたいやご心配に及びませんそれは偽物です 今度の事件は、すこぶる簡単だよ、君。私が桜木町の彼の家に帰り着いて香りの高い紅茶をすすりながら相変わらずの彼の敏腕を褒めると彼はこう言った「つまり2から1-1さ」「現場を見て第一に感じたのはあれだけの塔をすり替えるのに窓からやるというのはおかしい」 あの高い窓から塔を一つ運び出し一つは運び入れるということはちょっと不可能じゃないかねそれにもう一つ変なのはガラスの音がしたので逃げたのではなく逃げる時に壊したことだつまり偽物の塔は出しっぱなしにして逃げたんだねまるで忍び込んだのを広告するようなものだ そこで僕は別の方面を考えた。つまり、すり替えられていないんじゃないかと。しかし、くせ者の入ったことと、真珠のうちの一つがすり替えられていることは事実だ。そこで、甚だ漠然とはしているが、神仏を偽物と思わせるために、 一つの真珠を取り替えるために忍び込むこれは可能だからなそうしてほとんど佐せのみに可能じゃないか鍵も彼が持っている発見したのも彼だそこで少しばかりやっコさんに疑いをかけておいたのさそこで例の田村を探し出して叩いてみると 変なやつが来て買っていったというメガネやあごひげ、それに猫背などは変装の処方だからね聞いたような声だとも言うしははこれはさせだと感じたのさそれにもともと塔のことを知っているのは何人もないんだからなまあ大体キャツと見たのさ彼は初めから田村が 何か不正のための注文と勘づいたに違いないそれでそっと田村をつけてあの米国人が買わなかったのを見てこれを譲り受け他実ゆっくり新物とを変えようと思ったんだろうよ罪は外国人と詐欺師が追うわけだからね彼には共謀者はないようだから塔は多分彼の家に隠されているに違いない 多分応接室だろうと,思ったというのは戸棚や物置はすぐ探されるからねそこで彼をここに待たしておいて約束があるように言って上がり込んで部屋を探したのだすると腰はめの寄木細工に一か所手垢のついているところがあるふと思いついたのが 箱根細工の秘密箱さそこでいろいろやってみると板の合わせ目が少しずれてそこへもう一枚の板がまたずれてくるというやつで結局小さな穴が開いてそこにボタンがあるこれをちょっと押してみると壁が開くという仕掛けであとは君の知っている通りさ。 お相手は久保田一郎でした。